では、まあ、今、繰り返しゲームの説明をしました。で繰り返しゲームで、今、ここで、説明した戦略ですね。最初に C を取って、相手が裏切ってきたら、あとは、ずっと裏切り続ける。二度と相手を許さないという戦略を説明しました。まあ、こいつはトリガー戦略っていうんですね。でトリガー戦略っていうのが、まあ、この繰り返しゲームで一番基本となる戦略なんですけれども、まあ、もうちょっと、優しい戦略ですね。相手に寛容な戦略があってもいいじゃないかと思うかもしれません。で実際、そういう戦略というのがあって、例えば、よく知られているのは、最初に、C をやりますよと。そして、相手が、何か裏切ってきたら、自分を裏切り返しますと。で、ここまで一緒です。で、ここまで一緒なんですけども、この後で、もうちょっと、相手を許すというところを入れてやります。まあ、相手がですね、引き続き、裏切ってくるんだったら、まあ、許す必要ないだろう。で、まあ、でも、相手が反省して協力してくるんだったら、協力に戻ってやろうという戦略ですね。このオートマトン、このオートマトンじーっと見てもらうと何をやってるかわかりますか？要は相手が前回やったことをそのまま真似るっていう感じの戦略になってるんですね。相手が C したら自分を C する。相手がここ、自分がここにいても相手が C してきたら C するよっていうふうになるわけです。でこういった、まあ、相手の真似をする、相手の、やったことをそのまま繰り返すっていう戦略のことを、これをしっぺ返し戦略って言います。まあ、英語ではティットフォータットっていうふうに知られてるんですけども、まあ、こういうやつの繰り返しゲームの中では、議論がいっぱいなされてるんですね。まあ、これが、まあ、本当に均衡になるんですか、どうなんですか、みたいな話っていうのは、また、周りにいる学生さんに聞いてください。ではまた。